ジョン・ウェズレー・ディーン3世は、1970年から1973年まで、リチャード・ニクソン大統領の法律顧問。ウォーターゲート事件の首謀者であり、そのもみ消しに奔走して、その後卒追免除と引き換えに、ジョイン・ウォーターゲート特別委員会で重要証言を行った人物。オハイオ州、アクロン出身。彼は、ニクソン政権下で、ウォーターゲート事件に深く関わり、 事件発覚直後に、すぐに事件もみ消しに加担し、重要な証拠を FBI 長官代行に処分させ、CIA を使って FBI の事件調査を中止させるように画策した。事件発生の6日後に、ニクソン大統領にハルデマン補佐官が直接事件について説明して、国家安全保障の観点から CIA を使って FBI の捜査を終わらせる方針が決まり、 ディーンが C.I.A. 副長官に要求している。後に、これが早い段階で大統領がもみ消し工作を承認したこととなり、しかもこの時のニクソンとハルデマン補佐官の会話を録音したテープの存在が明らかになって、以降はこの証拠となるテープの公開が焦点となって、最終局面でニクソンが連邦最高裁の判決に従って、テープを提出後に、その事実が 明らかになった時点で、ニクソン大統領は政治生命を失うこととなった。またディーンは CIA 副長官に民主党本部に不法侵入し逮捕されたメンバーの生活保障を要求して CIA に拒否されている。そして翌年春に、上院ウォーター・ゲート特別委員会の最重要参考人のうちの一人になり、卒位免除と引き換えに議会証言を行い、 元司法長官ジョン・ N ・ミッチェルを含む多くの政権幹部が事件に関与していることを証言し、ニクソン大統領の事件関与を初めて明らかにした。なお、彼の委員会での冒頭声明で、ホワイトハウスの録音システムの存在が明らかになり、録音テープが後に、ニクソン有罪の決定的証拠となったという言説があるが、彼はもともと録音テープの存在は知らず、 ホワイトハウススタッフのバターフィールドの証言で、初めて録音テープの存在が明らかになったもので、ディーンが録音テープについて証言したことはない。しかし彼は盗聴されていると感じていたことは述べている。彼は、ゴールドウォーター上院議員の息子の、バリー・ゴールドウォーター・ジュニアとプレップスクールの同級生であり、同乗院議員一家と親しかった。彼の出世のきっかけは、 トーマス・ヘニングス上院議員の娘無子となり、上院司法委員会スタッフとなったことである。その縁で司法長官のスタッフになり、爽やかで明快な説明が、ジョン・ミッチェル司法長官の目に留まり、ジョン・ワー・リックマン大統領補佐官が法律顧問から内政担当補佐官に昇格したとき、ミッチェルの推薦で法律顧問になった。ニクソンの後に大統領に昇格した。 フォード大統領は、その回顧録の中で、数年前からディーンを知っていたが、最初は、非常に有能だと思ったが、他の共和党議員のご機嫌を取りながら、点数を稼ぐ男であった。そんな男がどうして、ホワイトハウスで働くようになったのかわからない。最初に、議会の司法委員会のスタッフとして入ったが、辞めた時には、惜しいと思われるような男ではなかった。 と彼に対する辛辣な評価を書いている。ホワイトハウスを出てからのディーンは、投資銀行に勤める傍ら、著述家として多くの回顧録を出版した。2004年にワースザン・ウォーターゲート、ザ・シークレット・プレジデンシー・オブ・ジョージ・ W ・ブッシュ、2006年に、コンサーバティブズ・ウィズ・アウト・コンシエンスを表し、ジョージ・ W ・ブッシュ政権と共和党、ネオコン、宗教右派を痛烈に批判し、 ブッシュ大統領の弾劾キャンペーンを支援したことから、再び注目を浴びることとなった。これを機に、リベラル系のメディアに、コメンテーターとして、定期的に出演した。2008年には、バリー・ゴールド・ウォーターの長男のバリー・ゴールド・ウォーター、ジュニアとの協調で、ピュア・ゴールド・ウォーターを出版している。ディーンの副顧問を務めたフレッド・フィールディングは、その後1980年代に、 レーガン政権の主席法律顧問になり、2000年代に9.11委員会の主席顧問となった。ありがとうございます。